ここから、チーム2の見ていきます。まず、ケイン。ケインが、パワーシュートになったんや。ロブの達人になって、ロブの達人持ってて、鋭いパス。持ちで。あとは、能力としては、ペースがめちゃめちゃ上がった。ケインめっちゃ強くなってないっすか？ケインめちゃめちゃ強くない？ケイン俺、強いと思うな。S ランク並みに強いと思う。ペースが9上がって、シュート系も2上がって、パスも2、まあ3か。3上がって、ドリブル3上がって、フィジカル2上がって、強いと思いますね。プレイスタイルも、まあ、パワーシュートだけど、普通にパワーシュートが追加されたんかな、感じ的には。ケイン、強いと思います。まあ、市場で言ったらどれぐらいになるやろな。結構いい値段しても良さそうやけど。今、黒が TODW で13万なんで、まあ、25から35ぐらい。35超えるか ?25 か35ぐらい。まあ、多分結構外すとは思うけど。はい、スミス。スミスも、強いと思います。はい。もともとが結構強いんで、まあ、ほとんどが1上がりかな。ヘディング以外全部1上がりで、まあ、逆足5スキル4。もともとが、まあ、17万してて、結構いい値段つくんちゃうかなっていう予想なんやけど。で、容赦なしが気になりましたよと。テクニカルと、クイックステップ。持ち。いや、これも強いな。容赦なしが楽は単純に追加されたっすね。まあ、もともと能力高いのもあるけど。もうこれをフルで使えるっていう感じかな。どの時間帯になっても、ほぼ能力下がらずに使える強さがある。まあ、元の値段高いんで、50から70かな。ちょっと幅広く言いますけど、50から70ぐらい。かな。まあ多分そんなめちゃめちゃ高くなるっていう予想はつかないんやけど。で、ソン。ST できる。ST できて、まず、ポトムと比べます。ポトムと比べたときには、パスが1上がって、シュートとフィジカルは1下がってます。ボトムに比べたときに。ボトムが今、だいたい96万なんで、まあ多分、120、30とか、140ぐらいになっちゃうんかな。まあボトム、それがもしくはボトムと近い値段、100万ぐらいとか、かな。で、はい。高精度。あ、めっちゃ変わったな。いや、これめっちゃ強いぞ、多分。テクニカル持っとんな。え、テクニカル持ってなかったやろ。で、ラビットが金でしょ。いや、強いと思うな。で、ちゃんと高精度残ってるよな。上がってんのか、逆に。え、上がったんか、逆に。あ、上がって、ごめんなさい。逆です。損の逆で、パスが下がって、でフィジカルとシュートが上がった。で、もともとテクニカルは持ってなくて、逆にクイックステップが減ってテクニカルに追加になった。120かな、100から120、30。
かな。ワンチャン150いくかな。これめっちゃ強いと思うんやけど、俺。めちゃめちゃ強いと思いますね。はい。これはめちゃめちゃ強いと思う。いや、これもやばそうな、なんか来たな、今。ロバートソン。ちょっとあんまりちゃんと見えんかったけど。普通に強そうなんか来てんですけど。まあでも逆足になんよね。サイドバックで、ペースが6上がり。ペース6上がりってやばいな。めっちゃペース上げんな、ケインといい。ちょっとここの今の時間、価格の読みに関しては、ごめんなさい。価格の読みに関して、まだ値段はっきり出てない時に読んでるんで、めちゃくちゃ外してると思うんですけど、それはちょっとご了承ください。今ざっくりで言ってるんで。まあ足速くなって、まあスタミナは99か。で、ラビット。迅速か。がまあ、プラスになったですね。利用者なし。まあ、ファンダイクとキミパーフェクトですね。もともとが容赦なしのプラスラビット。で、まあパスが追加されてるから。まあ今20万ぐらいで走ってるんで、まあ、ちょっともう一回値段予想はしようと思ってるんですけど、15から30。まあ幅広いけど。なんか安くなってもいいかなっていうような感じもするし、でもまあ、高くてもいいかなっていう印象があるんで、15から30でちょっと予想します。はい、出ました、ロナウド。はい、スキル5ロナウド来ました。わ、レンジ前150でレンジ前出てんな今。はあ、めっちゃ強くしてんな、またペースめっちゃ上げとんな。ペース8上がり。ペース8上がりやりすぎちゃう？シュート2上がりのパス2上がり。ドリブルも4上がってます。めちゃくちゃ強くしてきたな。で、まあプレイスタイルとしては、パワーシュートから、まあ、トリベーラになって、アクロバティックがあって、もう基本的なところは一緒で、鋭いパスがついたんかな？鋭いパスがついたっすね。まあまあこれまあレンジマ付近。100は超えるね、多分当分の間は。まあでも100切ってもいいかなっていう気はするけど、聞くよ、ロナウド人って100キープするんかな？なんかペース8上がりはめちゃめちゃ強い気がする。はい。次、マルキ。マルキが、まあ今60万ぐらい出てて、まあ逆足3なんですけど、ペースが2上がりの、ドリブルも2上がり、それ以外も全部1上がりで、プレイスタイルとしては、ああ、予測がプラスになったな。今インターセプトだ。他は一緒か？一緒っすね。いや、予測プラスは強えんな。これが今、だいたい初動50万ぐらいなんですけど。まあ多分、うん。マルキは、どうだろうな。40から65ぐらい。40か50かな。マルキ50はいかんよな、でも。いや、センターバックやからな。ちょっと待ってください。マルキもっと安いと思う。30から4、
25から45ぐらいかな。めっちゃ幅広いけど。はい。はい、損今 2.7。 おかしいことになったのね。今損270万、スミス100万なってる。マルキ効果、マルキがめっちゃ安くなったら上がるかなとは思いますけどね。ちょ、ダンテ僕買ってるけど。はい、カンセロ。カンセロが、カンセロめっちゃ強くしてんちゃうかな。そうやね。ペースが4上がり。シュート2のパス3、フィジカル2、ディフェンス3、ドリブル3。めちゃめちゃ強くなってますね。金からと比べて。まあ、黒からで見ても3-1-1-2-1-1。なんで、めちゃめちゃ強いと思います。まあ、もともと完成使用感良かったからね。で、まあ、もともとプラスなかったんかな。なかったけど、テクニカルがプラスになった。うん。うん。強いね。まあ、今、初動が今、もともと黒が18万なんで、これはまあ43万。だいたい30万から、うん、40、5、まあ、30が50ぐらいかな。テクニカルプラスは普通に強いと思うな。サイバーに50いくかって言われてちょっと怪しいんで、もう30付近まで落ち着くんじゃないかなとは、個人的には思ってます。はい。まあ、ちょっと初動は高いですけどね、やっぱ全体的に。損も270はちょっとやりすぎない気がするけど。はい、ラファレオ。なんか恐ろしいの今見えたな、ラファレオ。ポトムと比べた時には、まあ、大して変わってないかな。うん。ポトムと比べた時には、そんなに変わってない。シュートドリブルの方が、こっちの方が高いのかな。で、パスとフィジカルが下がる。で、プレイスタイルかな、大きいのは。高精度持っとんな、これ。あ、やってんな。トリッカーが消えて、テクニカルついちゃったね。テクニカルついて、高精度ついたな。これ強えな。これめちゃめちゃ強いわ。いや、これ、ソンもレオンめちゃめちゃ強いわ。これ両方100から150。まあ、うまくいって200。ちょっと言葉変えれば、100から150いっとってもおかしくないと思うわ。100かな、まあでも。レオンは100切ってくれたら安いかなっていう気はする。今の現環境で言うと。まあでも、セリエ価格で言ったら、本当は80とか、80以下とか60以下ぐらいまでいってほしいですけどね。ちょっと、高いかなっていう気はするけど。ちょっとね、初動のこの190、こんなもんなんかな。そうね、あと、作成のやつも後でちょっと見ますね。アドバイス一応能力だけ見とくか。44で。この辺が持っといてほしかったっすね。テクニカルラビットグリップ。容赦なしは強いんやけど。って感じやな。次。52000。まあもう普通に強そうやけどな。いや、やばいな。この選手。この選手、ちなみにペース25上がり。ペース25のシュート6上がり、パス6上がり、フィジカル6上がり、ディフェンス8上がりの、ドリブル7上がり。ですね。どうなんやろ、ちょっとそこは分かんないですね。やってみないと分かんない部分もありますね。確かに。あれ、プレイスタイル変わってない、これ。変動なし。あ、違う違う違う。こっちやが違うよね。
デッドボードやったね、もともと。変わったね。うん、まあ、ここはまあまあ、あんまり気にするレベルじゃない気がする。はい。ブラント行くか、ブラント。まあ、久保もちゃんと控えてるんでね。ケミ優秀のブラント。ブラントがもともとティキタカ持ちの選手で、まあ、ペースがやっぱ7上がり。ペースがみんなめっちゃ上がってる。ペースがめっちゃ上がってる。シュート2、パス3、ドリブル2、ディフェンス2、フィジカル2。で、プレイスタイルはティキタカから、鋭いパスに変わってますと。テクニカル持ってて、まあ、基本的なとこは一緒かな。まあ、この辺はまあ、ワンチャン素材とかで値段はありかなっていうとこはありますけどね。素材というか、このちょっと安くて使える選手みたいな、さっきのそうやけどね、ワードっていうもんかなっていう選手とかも、ちょっと全体的に幅が広すぎますね。なんか10万ちょいで強い選手っていうのは少ない気がする。久保。パフォの久保がいてます。初動6万7000。これな。いやー、これ、テクニカルプラスにしてほしかったな。うん。あんまり変わらんかな、ポトムと。いや、これ微妙じゃないですか。この久保ちょっと残念が、テクニカルプラスにしてほしかったな、俺としては。ファーストタッチはついたけど。うん、なんかちょっと微妙。安い加入して。で、まあ、この辺はもう、ちょっと流しながらいけますけど。おお、これでもね、こういう選手って、エボの関係でワンチャン上がるぞ、めっちゃ。エボの関係で上がる可能性は秘めてますね。全体能力めっちゃ上がってて、プレイスタイルめちゃめちゃ優秀なんで、ワンチャンなんかエボで上がりそう。三笘は高いですね。三笘めちゃめちゃいい値段してますね。ダニーロね。ダニーロは今セリエではあんまりいい選手いてないから。うん、ペース5上がりの。ペースはちょっとまだ気になるな。まあ、インターセプトがプラスになってっていう感じかな。うんっていう感じ。正直うんって感じ。で、最後これもほんま MLS よく来るけど、ちょっと安いっすね、やっぱ全体的に見たときも。能力はめちゃめちゃ上がってんのかな。うん。まあ、コスパ選手かなって。まあ1枚買っとってもいいかなって。まあ多分1万台、1万か1万2、3000ずっと動くと思うんで。最後ら辺の選手、ダニーはもうちょっとすると思うけど、って感じですね。今、バーってまあ見ていったけど、やっぱり、なると思いますね。ざっくりでいくと、ソンがまあ240でスタートしてるから、まあ100、200近辺になりそうやね、これでいうと。ラファレオもちょっと強くなりすぎ。ソンとラファレオがちょっと強化入ってるね。テクニック、両方テクニカルついたのでかいっすね。
で、ラビットプラスでしょ。で、ラファレオ高セーブでしょ。で、ラファレオも多分150か200ぐらいいっちゃうんかな、この勢いやったら。で、カンセロも強いと思います。カンセロも3、まあ30、それでも30ぐらい。日曜日には30ぐらいも落ちるんじゃないかなと思ってるんですけど。で、まあマルキーも強い。マルキーも450。まあケインも強いですね。ケインスピードめっちゃ上がったんで、ブンデスのスカットに刺さると思う。まあ、ただ40はちょっと高いと思うんで、30近辺ぐらい。30から35。で、一回買うの検討かなっていうとこ。で、ロバートソンもまあまあ。まあ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 って感じだね。20万は切ってほしいかなっていうところですね。まあロナウドは100キープしそうやね。あのスピードは。いや、言うてプラスじゃなくて、普通ので残ってるから、多分遅くはないと思いますよ、結局は。で、まあそこをまあテクニカルでカバーできるんやったら全然問題ないかなって気はしますね。っていうとこなんで、まあスミスも多分強いと思います。ただ、まあこの値段出すんだったら他の選手買おうかなっていうとこあるんで、今の90万、100万近いんだったら80万ぐらいまで落ちるんちゃうかなと思ってるんやけど、っていう感じかな。はい。まあ全体的にはこんな感じですね。まあちょっと値段推移はまあまた見ていきますけど、結構